トイ温泉は、静岡県伊豆市にある温泉。伊豆半島の西岸に位置する。夏季には、海水浴客で賑わう。共同浴場、楠木の湯海岸の資金に、ホテルや旅館が立ち並ぶ。トイの集落内に4つの共同浴場、一つの足を有する。本温泉地は、江戸時代にトイ金山で栄え、行動が観光スポットになっている。深いことが特徴である。 駿河湾の深海魚を使った料理店などもある。トイ金山開発中の1611年、当地にある安楽寺境内の高校から温泉が湧き出したのがトイ温泉の始まりで、この源泉は発見者の真鍋彦平にちなみまぶ、湯と名付けられた。近代トイ温泉は、明治33年に馬場地区で飲料用井戸を掘ったところ、温泉が湧き出したのが始まりである。 戦前のトい金山は町の南側で採掘が行われてきた。これは町の北側を掘ると温泉が枯渇するとして地元が反対してきたためであるが、1949年に関係者の了解を得て北側へ採掘箇所を拡大。採掘を行ったところ新たな金鉱脈の発見と新源泉を得ることとなった。下記6種類の源泉を混合して配慮している。 フェリーの甲板から、トイ温泉を望む。2019年2月撮影。トイ温泉の遠隔伊豆市、引きこもごもの黄金物語広いもの金庫と、温泉、日本経済新聞昭和25年12月15日3面。ありがとうございます。